どうももったいない代表の吉原です。本日の動画では宅配買取りのご注意点についてご説明したいと思います。宅配買取りは当社のホームページまたは LINE アットにて無料査定を行っております。ぜひご登録をお願いします。そちらの方からお問い合わせをいただいた後にまず3ステップで簡単に査定,の査定額の方を提示させて し,したいと思っております、えー、まず私の方に送っていただきそして次に発送を行っていただきそして私が入金する、えー、簡単なこの3ステップで行えますのでぜひ、えー、ご興味があればご登録の方をよろしくお願いします、えー、できるだけ、えー、査定の まず項目がありますのでそちらの方を精密にご記入していただいたら、まあ、買取額の方もアップする可能性が非常に高くなりますので、えー、お客様の大事なものですので、えー、ちゃんと 記入していただければなと思っております小さな木工機械なども宅配買取で受け付けておりますのでぜひぜひ不要になったものがあれば宅配買取をご利用していただければなと思いますよろしくお願いいたします